尾身川千明は日本の声優、舞台女優、クロコダイル所属、神奈川県出身、日本芸術高等学園卒業。4歳より劇団に入り舞台活動を開始、10歳で対談した後は、自らオーディションを受け舞台活動を続け、2006年に平田オフィスに所属、2008年にテレビアニメ、ソウルイーターの主人公。 マカイコールアルバー役で声優デビューする。2016年12月31日、所属していた平田オフィスを離れてフリーで活動することを発表。2017年8月16日よりクロコダイルに所属。特技は少林寺憲法、人の背中で腹筋をすること。趣味は読書、詩を書くこと、ダンス、歌唱。習い事としてバレエ。 ジャズダンス、ヒップホップダンスなどをやっていた。好きな作家に宮沢賢治を挙げている。地声は高いが、声優デビュー当初から低い声での演技の方が多い。ため、声のギャップに驚かれ、初めて会った人に自己紹介をするときなど、地声とのギャップのために、それらのキャラクターを演じている人だと信じてもらえない、ことも多い。ラジオに出演した際、 低い声のマカを演じる尾身川の地声があまりにも可愛らしいことに驚いたリスナーから次々と驚きの声がメールで寄せられた。引退した大前茜の役を引き継いでいる。花咲くイは公式サイトのインタビューにてかなりのアルバイターであったことを告白。その内容もファーストフード店、コンビニ、居酒屋、デパ地下の販売員、劇場アナウンスなど多岐にわたる。 スター・チャイルド・フェスティバル2009スプリングにおける夏の嵐とアスラクラインの合同イベントのクイズコーナーで最終兵器と称されるほどのチン回答を連発した。内山幸輝はお見川と初めて会った時、天然なキャラを作っているように見えて苦手なタイプかなと思ったが、実はそれが自然体だったと語っている。憧れの声優は桑島のりと、 坂本麻也。桑島に関しては、朗読夜で、自身も好きな宮沢賢治の朗読をライフワークにしていることに由来し、桑島が朗読しているプラネタリウムの銀河鉄道の夜を見た海川は感動のあまり、高級紙、DVD ボックスを買っている。夏の嵐、や荒川アンダーザブリッジなどで共演している杉田智一には、 現場で元ネタのあるセリフを教えてもらったりするなど、親しく会話できる関係である。ふとじはメインキャラクターはインターネット配信。ありがとうございます。